こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を制すマチャンネルです。私が元マックした力士松武蔵です。アシスタントの四武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日はね、東京都の40代の女性なんですが、はい、ありがとうございます。各部屋の土俵や地方場所での土俵を見ると、俵の敷いてあるところとないところがあります。俵のないところは皿土俵というそうですが、設営する号などで皿土俵にすることがあるらしいと調べて分かりました。本番と同じ環境で稽古する方がいいのではないかなと思ってしまいますが、それぞれのメリットやデメリットがあれば教えてくださいという質問なんですけどね。あ、うんうん、まあ、今大阪場所に来てます、うんうん、まあ、東京の部屋は俵があっても大阪では俵がないとかね、そういうケースもあるみたいなんで、うん、でしょうね。あ、まあこれはね、はい、私の武蔵川部屋は東京の部屋であれ、うん、地方場所の部屋であれね、俵なしの土俵で一回もね、うん、稽古をしたことがないんですよ、うん、絶対に俵は入れてた。あの合宿に行ってもね、学校の土俵とかね、うん、そういう俵なんだけども、本格的な俵じゃなくても俵は入ってたね。その俵なしの土俵で、うん、稽古をしたことがないんです、うん、もうその出稽古に行ったりしてもあまり見かけたことはない。そうね、で私一回ね、うん、白鵬が横綱の時に宮城の部屋に見に行ったことがあるんですよ。大阪のね、新宿に行きましたね、うん、そしたらそこには、はい、俵はなかった、うんうん、あの横綱の部屋でも、あ、俵ないんやって一瞬ね、うん、思いましたね。俵がないのは私あまりよく見てなかったんですけども、うん、そしたらこう溝みたいなんでここまでよっていう、溝にしたら危ないんで、うん、ダムつけてるのね、ちょっと。だから土俵作る段階で呼び出しさんが土俵の中が、うん、例えば3センチ低いとか、うん、あ、低いんですね、土俵の方が。そうそうそう、うん、で土俵だけこうちょっと削ってるみたいな、土俵の中は全部よ、うん、全部削んないと危ないからね、うん、でも、うん、いろいろ見たり親方衆の話を聞くと、俵なしの土俵の方が稽古としたらいいとか言うね。どういう利点があるんですか？どうなんだ、私も先ほど言ったように稽古したことがないんでわからないんだけど、土俵の俵に頼らないで残るっていう利点かな、うん、まあ、あの俵の高さっていうのはどのくらいありますか？こう土俵から見て俵の高さどのくらいあるね、5、6センチかな、うん、でだんだんね、稽古場のようなんか毎日毎日使うから、うん、使っているうちにちょっとずつしぼんでいくんですよね。だから作りたての土俵はポコって綺麗になってるんやけど、稽古してるうちに足がかかりして、でだんだんへこんでいくんやけど、でもまあ呼び出しさんの腕だね、それをなるべくへこまないように作ってるよね、うん、そうですね。そしたらまあ、あのその5センチ今日ぐらいの高さがあるんだったら、うん、まあ言ってみたらかかとがそこにかかってたらば、うん、それである程度踏ん張れるっていう利点はあると思うんだけども、うん、そうだね。それがなかったらね、うん、すぐずっとすぐ数センチ程度だったら、うん、あの出てしまいます。軽量の力士とか俵沿いに相撲取る力士とかは、うん、土俵自体に半周ぐらいするよね、うん、押されながら、いなしながら、押されながら、押されながら、だからこう俵の高さを利用してるよね。じゃあその俵なしでもそれを体感として得できるっていうようなあの利点があるんでしょうかね。そうなんだろうね、そのずっとこう俵を作んない土俵を持ってる部屋とかはね、それは東京 の, あの本部屋でもそんなとこもどうなんだろうね。私もよくわかんない、そこのところは、うん、よくわかんないんだけど、うん、先ほどから私の部屋であったっていうことを伝えてますけども、ない部屋で稽古してる力士も多い、うん、たくさんいると思うんですよ。ある部屋とない部屋の利点はそれぞれあるみたいなんで、あの例えば近所の部屋とかに見に行って、うん、俵がある部屋とか、うん、ない部屋の力士の相撲とか見て、どういう足使いをしてるのかなとかね、あ、この力士押された時に俵に引っかかってから割と残るけど、うん、ひょっとしたらこれ俵のことは押されきっちゃうんじゃないかなとかね、そういう見方をしても面白いかもしれないね。
昔々、初代若の花がね、俵に足がかかってからがわしの相撲なんていう名言を残したようなことを見たことがありますね。そうね。なので若の花さんはその俵があったところで稽古したのか、ないところで稽古してその言葉が出たかわからへんけども、例えばないところで稽古してたとしたら、俵があったら、得した気になるよね。でしょうね。その分。楽でしょうね。その分ね、こう高さがあるからね。そうそうそう。まあ、例えば合宿場なんかでね、急遽土俵作ろうかっていう時にはもう俵なしでっていうような感じなんですよね。するし、今もやってんのかな、巡業中に山稽古って言ったらもう、ほうきの絵でギューって大体の円描いて、よしここでやろうかとか言ってね、仲間同士がやったり、親方が横で見ながら、大体何時ぐらいの力士同士を稽古させたり、そういえばこの前同期生の方がコメントしてくださった。その力士は私と初土俵の一番最初に当たったのかな、背がね、その時でも90ぐらいあって、私より2個年上やし、国体に出た方で、体ももうしっかり相撲の体にできた、力も強い方だって、その方がコメントくれたのが、巡業に出た時に、昔の双子山親方の、当時の藤島親方が、初代の高野原さんが、当時藤島親方そうそうそうが、高野波とちょっと稽古してくれとか言って、頼まれたっていうことをね、どこでしたかは分かんないんですけど、そうやって読んで、もう土俵独占もできないんでね、巡業中なんで、ひょっとしたら、もう本当に絵を描いて、藤島親方が見てるところで山稽古をしたのかもしれない。いやでも高野波ってね、やっぱり後の大関ですし、もう当初から有望だった。そうね。今年はだいぶ若いですよね。若い若い。なのに指名されたっていうのはどういう経緯だったんでしょうね。まあその高野波って背が90何歩あって大きい力士で、その同期生の人も背が90ぐらいあって、ちょっと体型で、ね、体型が似てるし、こういう力士ってね、あんまりいないんですよ。でかいって言っても横にでかかったり、80、90で横もでかいっていう力士が多いんだけど、だから高野波にとったら稽古相手がそんなにまで周りにいないのかもしれない。あ、そういうタイプの力士、だからその同期生の人はそういう感じのタイプなんでね、高野波と稽古を頼まれたんじゃないかな。そうですね。よくねコメントくださって、昔の思い出話なんかもちらちら聞いてくださるので嬉しいんですけどもね、お元気でいらっしゃると嬉しいと思います ね、 そうですね。また機会あればお会いしたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まっちゃんねるでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。